デビルガンダムは？コロニー内にいるのは間違いないんだけど。エピオンがお前を援護しろとそう言っている。援護は任せる。お前はお前の意志を貫け。まずは正面の反射。小隊長、デスアーミーの反応があるよ。レイン、レイン、今俺が行く。今の叫び、ドボンカッシュ選手。コロニーの状況は？事件の元凶ウルベ石川少佐はシャッフル同盟によって倒された。デビルガンダムコロニーは止まらない。独自に暴走して地球への攻撃を続行中。コロニーを制御しているデビルガンダムを破壊するしか止める方法はない。ゴッドガンダムはもう奥に向かってるよ。小隊長さん、急いで。目的地のマーカーは？このコロニー自体がデビルガンダム。コアの特定はできない。手当たり次第に探さなきゃならないか。世界ガンダム連合のファイターたちと協力してね。小隊長君、赤いデビルガンダム細胞は破壊できるものも多い。切り開いていくとも。うわぁ、落ちます。そこだ。でやっ、そこか。ザコ、あれ、うわぁ、そこだ。して開発されたガンダム。アレックスは結局当時のアムロ少尉には届かなかったのね。うん、サイクロプス隊との交戦で中破、アバウア空戦には間に合わなかったのよ。サイクロプス隊、どんな小さな戦争であってもその中心には
ガンダムがいるということだ。そこだ。MSZ-00 ゼータ計画の機体ゼータガンダム。可変型でバイオセンサー搭載、豪華なガンダムだよね。でも見た目はガンダムっぽくないような。確かにそうかもね。ガンダムと見える格式の系譜というか。そして後のリガ水デルタプラスなどゼータの系譜となっている。すごいエポック的なガンダムなのね。ここに来てジム、いくらなんでも厳しいじゃない。フロ姉さんはフェザーロード隊なんだから、もっとジムに優しくしなきゃ。まあそうなんだけど、超ものすごく強いジムとかいれば。ストップ。そのあたりを言い出すとこのミッション中じゃ説明が終わらないよ。ジムの系譜はガンダムよりも深いとして、基地のデータベースが必要になる。私たちが記録を取ってたジム、どうなっていくわけ。うわー、これはどうだ。皆さん沈め。君もなかなかやるな。飛ばしすぎたか。そこか。ザ、俺の敵だ。ザ、それよりもまだか。受けてみる。ザ、ゼイ、ゲッ、こいつ、ゼイ、穴持ってもらったのか。
今のデビルガンダムは人間の感情、真理をエネルギーとした究極の最終形態。そしてレインさんそのものとも言える存在になっているんだよ。ここまで来てレインを助け出せないなんて。どうすればいいの？このままデビルガンダムを破壊してしまったら。デビルガンダムを停止させるしかない。生体リミットがある彼女の意志に。何？自分の大事なパートナーに、自分の父親が不幸な目に遭わせてしまった。レインさんはそんな罪の意識、土門さんへの罪悪感を感じて。レイン！土門！ごめんなさい。今だ！俺たちは変わらず、こんなところで頭を落とされたか。もう頼むぞ。これで終わりにする。トラスト！閉じ込めて恐ろしさ身をもって知る。1年間は一体何だったんだ。まだ何も答えなんか出てないじゃないか。それで俺たちの1年が終わってしまっていいわけがないだろう。確かに俺はガンダムファイトに勝った。でもそれは全てお前がいつも一緒にいてくれたおかげなんだ。そうだよ、お前と俺とで戦ってきた勝利なんだ。だからこれからも一緒でなくちゃ意味がなくなるんだ。これはどうだ。邪魔だ。これは見事だ。恐れて破壊するのはいつだ。俺は戦うことしかできない不器用な男だ。だからこんな風にしか言えない。俺はお前が好きだ。お前が欲しい。レイン！